札幌市すすきのドリームビーチ、カイトです。大阪のハイセンス、トーマです。よろしくお願いします。おーす。まあ、前回初出場して、まあ、KO 勝ちして、もっと強いやつをやりたいなと思ったのがきっかけです。今回で宴3戦目になるんですけど、自分大阪の大会の方とかも出てるんですけど、まあ、もっともっとホストとして売れたくて、でもまだちょっとホストとしてのスキルがないんで、ここで思いっきり面白い試合して売名しちゃおうかなと思ってます。試合は、まあ、圧倒的な力でねじ伏せるような試合をしたいと思ってます。まあ、対戦相手もめちゃめちゃ強いのは分かってるんで、まあ、今回の大会で一番レベルの高い試合にしたのかなと思ってます。だから見てる人たちは、僕らの試合は絶対に目を離さないでください。見てて。まあ、全部が必殺技なんで全部気をつけてください。僕の一番の技はこのカニカニスマイルです。まあ、今回あの試合動画とかちょっと見たんですけど、まあ、いい感じに打ち合ってくれるような人だと思うんで、逃げないで打ち合ってくれればなと思ってます。対戦相手もなんかチャンピオン目指してるって聞いてて、すごい格闘技ができる子なんかなと思ってて、まあ強いとは思うんですけど、まあ、僕の方が。お前これどこのやつなん？北海道みたいです。お前、おい、どさんこう、こらしばき回したんで。北海道は寒いんですけど、まあ年中、常夏をやってるお店なんで、ぜひ来てください。俺が主役。青コーナードリームビーチ鈴木の海斗選手、赤コーナーハイセンストーマー選手の優勝です。
トライアルキットを贈呈いたします。
北海道出身の会やっていきましょう。森海斗です。とりあえず今日こうやってこういう大会出たの出たらまず社長とセコンついてくれた方々のおかげなんで、上の方々にもすごい感謝します。ありがとうございます。で、正直今日やったトーマ選手が55だったら自分一番強い選手だと思ってたんで、で、今なんか今日55のタイトルあると思うんですけど、トーマ選手は絶対弱いと思うん で、それに勝ったって自分勝ってるんで、もしあれだったら次勝っ今日のタイトル戦勝った方でやらせてほしいです。ベルト取りたいです。まあ、東京から遠いですけど、北海道ススキノの、まあ、自分キャバからの黒くやってるんですけど、いろん なんかコンセプトがあって面白いんで、男性の皆さんはもし北海道来たら寄っててください。ありがとうございました。